こんばんは、青い彗星です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、タイトルにもある通り、私がよく見ているですね、ネットのサイトがあるんですけど、PR タイムズというところのですね、1月26日の記事になるんですけども、記事のタイトルが、カスタム時計メーカー DIY からロレックス GMT マスター2をベースにしたカスタマイズコレクション発売というタイトルの記事が出てましたので、こちらについて紹介させていただきます。でこの DIY というですね、時計メーカーのところ紹介からいきたいと思うんですけども、この DIY というのがですね、2011年にベルギーの2人のジュエリーアーティストとジュエリーデザイナーによって設立された腕時計メーカーということで、モダンなテクノロジーとジュエリーアートを組み合わせた、ユニークなカスタムの腕時計を作るということをコンセプトにして、さまざまなですね、製造業界で得られたジュエリーマスターの技術と経験を利用して、ヨーロッパ最高品質のハイエンドカーボンを使用したユニークな製品を生み出しているというような腕時計メーカーになります。で今回ですね、ニュースの記事になっていたのが、ロレックスの GMT マスター2をベースにした商品ということで、ステンレススチールのケースをカーボンファイバーにアップグレードしたハイエンドモデルということで、こちらに写真載せてますけども、今回全体でですね、6種類発売しているということで、ただ、世界でですね、それぞれ6種類で各10本ずつ、全体で60本ということですね、発売ということで、価格はだいたいですね、700万円前後というような価格帯になっているという形になります。で前回ですね、別の動画でスケルトンコンセプトというですね、GMT マスター2のまたカスタマイズした商品の記事をですね、紹介させていただきましたけども、その時も同じなんですけど、プリベ表参道店というところがですね、日本の代理店になっていますので、そちらでですね、もし、買おうという方はですね、買えるかもしれないということです。世界限定各10本ずつなので、買える確率っていうのは非常に低いのかもしれないですけども、一応ホームページには載ってました。もしですね、興味ある方はですね、このプリベ、表参道店というところのですね、ホームページ、後ほど概要欄とか、コメント欄にですね、ホームページのアドレスです。貼っておきますので、ぜひ興味のある方は見ていただければというふうに思います。で、今回の記事についてですね、感想なんですけども、前回ですね、スケルトンコンセプトの記事を紹介させていただきましたが、GMT マスター2ですね、記事も出てましたけども、GMT マスター2って世界的にそういう、カスタムのされるほど人気があるってことは、それ自体がやっぱり人気あるんだなというのを改めて感じたっていうところと、ロレックスのカスタムって結構やっぱいろいろされてるんだなと。今やっぱりロレックス人気が高まってる中でですね、ロレックスをカスタムすればやっぱり高くても買う人がいるっていうのが背景にあるんじゃないかなというのを改めて感じました。で、あとはですね、僕は買えないですね。お金が全くないので買えないですけども、例えば GMT マスター2、定価で言えば100万ちょっとですよね。ただ、並行とかで言えば国内で300万ぐらい。でも海外だったら多分もっと高いんだと思うんですけど、お金持ちの方だったらですね、今回700万ということなので、もしかしたらですね、その値差で考えたら、こっちの方がいいやって買う人もいるのかなっていうのはちょっと思いましたね。僕は全く買えないですけどね。はい。というのが感想です。で、あと前回ですね、スケルトンコンセプトの動画を出した時もですね、いろんな方からコメントいただきました。本当賛否両論という形でですね、そもそもロレックスをなんでカスタマイズするんだと、それは気に食わないというかですね、好きじゃないっていう方もいればですね、カスタム品もいいじゃないかっていうご意見いろいろあったと思います。僕自身はですね、正直言うとどっちでもいいんじゃないかと思ってます。カスタムすることに対しては全然否定的ではないです。ただ、自分のやつをカスタムするかっていうのは別ですね。で、あと、じゃあ同じぐらいのお金だったらもしかしたら買うかもしれないですけど、高い金出して正規品じゃなくてカスタム品買うかって言われたら僕はちょっと違うかなっていうのはあります。なので、さっきも言った通りですね、僕自身はカスタム品に対するのは否定的ではないんですが、そうですね、自分で買うかどうかと言われたら買わないかなっていうぐらいです。多分、買いたい人がね、お金持ちでね、そういうカスタム品が好きっていう人は買えばいいとは思うんですけど、自分じゃ買わないのかなっていうような感じだと思います。はい、ということで、今回ですね、こういう商品あるから皆さん買ってくださいよっていう動画というわけではないです。スケルトンコンセプトの時もそうなんですけど、こういうなんか面白い記事が出てましたよっていうことでですね、ロレックス関連で、またですね、面白そうな記事とかニュースあればですね、ぜひ皆さんに共有させていただきたいなというふうに思ってますので、また、ぜひこういうですね、動画、もし興味ある方は見ていただければなというふうに思います。はい、ということで、本日はですね、DIW というですね、ベルギーの、カスタムメーカーが作ったGMT マスター2の記事が出ておりましたので、そちらの紹介でした。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。